2番3番4番6番5番スタートしました。4コース5コースですが、これはちょっと早いタイミング、一周1マーケへ向かっていきますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中。お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジへ入っていますが、ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。4号艇雲野選手、6号艇下野選手、4番雲野、6番下野、両選手はフライング返還決勝です。従いまして4番と6番に関する投票権すべて払い戻し返還。お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。さあ、4日目予選最終日勝負がけ、レースは第10レースで予選特別 B 戦で5艇が出揃ってまいりました。4号艇の石田明宏欠場の一戦です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは3秒。スタートしました。コースアウトを決めたのは3コース3号艇岡、5コースは5号艇の石田です。力強い船足は5号艇の石田聖吾ですが、先に回る1号艇に2号艇3号艇ちょっと競り合った、打ちをするっときたのは5号艇石田聖吾。バックセッチ入りまして、先行争いは1号艇と5号艇ですが、内側からぐいぐいと前へ行く5号艇の石田、外から1号艇田中、なおスタートは正常でした。2マークをトップで折り返します。5号艇の石田聖吾、2番手追走1号艇、内から接近3号艇ですが、かわして1号艇の田中、上位体系は5番、1番、大一体系、3番手、おっと入ってアクシデントでしょうか。お知らせいたします。2号艇の桐村翔太失格、2号艇の桐村翔太が1周2マーク回ったところ、ホーム側において転覆のため失格です。1番、2番、ダッシュ3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇木村、そして4号艇の平山、わずかに1つか、さらには5号艇の武田、1周1マーク、1号艇の佐々木が握る、2号艇1橋の佐々木、外3号艇の木村、バックスレッジ2号艇1橋差し切って1手進リード、粘る1号艇の佐々木、内から4号艇の平山伸ばしていきます。5号艇武田、外3号艇の木村、6号艇のメンドリー、スタート正常でした。1周2マークの旋回です。2号艇1橋、4号艇の平山、2番手先手打つ、1周2マークから直線コース、1号艇の佐々木、4号艇のオット、1手2手、2手にアクシデントがありました。1周2マークから直線コース、2手にアクシデントがありました。レースは2周目に入ってきます。お知らせいたします。4号艇のお知らせいたします。4号艇の平山ですが、妨害失格です。4号艇の平山は妨害失格、そして6号艇のメンドリアクシデントがありました。6号艇のメンドリ失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。内側の4艇が4スロットスタート、スリット後わずかに4コース5コースが覗いていきますが、先前は1号艇の村、2号艇松浦、そして外を行った3号艇浜本、内側ついてくる4号艇南、向こう上面へと張りますが、先頭一定審判リード1号艇野村誠、2番手争い4艇の攻防、内側から4号艇南、外からは3号艇浜本、間からは2号艇6号艇となっています。なおスタート正常、焦点は2番手争いです。内に変わっていった2号艇松浦に握っていく3号艇、少しバランス崩れた。さらにはその外から6号艇そして4号艇となっています。後方一定アクシデントとなっています。レースはこれより2周目へと移ります。
レースは2周1マークです。お知らせいたします。3号艇浜本雄一転覆失格、3号艇浜本は転覆失格となっています。青木、橋本、西田、ダッシュ、上条、武田、宮脇です。スタートしました。わずかに5、6コース優勢、5号艇武田、6コース6号艇宮脇となっています。しかし先取りは1号艇青木、2号艇橋本差して外行った3号艇西田、内側から4号艇5号艇差し込んでバックストレッチ。しかし先頭ですが2艇審判リード、1号艇青木源太、2番手には2号艇橋本、すぐ後ろから3号艇西田、そして5号艇武田が内側から追走、後方6号艇4号艇スタートは正常です。一周にマーク、先頭は1号艇青木、2番手握っていく2号艇橋本、内側切り込んできたのは5号艇武田。ホームストレッチへとあります。バランス崩れて後方1艇アクシデント、そして2番手の争いが3号艇5号艇、この2艇並走状態に変わっています。レースは2周目に入っています。お知らせいたします。2号艇橋本久和転覆失格、2号艇橋本は転覆失格となっています。楽天銀行杯シリーズ2日目の攻防は選抜カードへと移ります。水面上は第11レース初戦競争スマイル選抜。なおお客様にお知らせいたします。この第11レース出走予定でした6号艇宝田良次は病気のため欠場、従いましてこの第11レース6号艇を除く5走立てにて行います。1番、2番、6番、3番、4番、5番でスタートしてきました。スタートは判定中です。スタートは判定中、どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。6号艇佐竹恒彦はフライング返還欠場です。6番に関する投票発売額と同額で返還となります。どうぞご注意ください。1番、5番、2番、3番、4番、6番の並び、スタートしました。3号艇の龍がトップタイミングとなっています。その後は1番、2番、3番と出ていって1枠の旋回、逃げる1号艇の吉村、指す5号艇の亀本、まくり出しは2号艇の村田、先頭は1号艇の吉村が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇吉村が先頭です。2番手は3艇接戦となりました。3号艇龍、5号艇亀本、2号艇の村田、さらに6号艇下川も接近する2番区、1号艇吉村に続いて2番手集団から5号艇の亀本が握って抜け出して、その後ろでは3番にアクシデントの模様です。先頭は1号艇吉村、2番手5号艇亀本、3番手は2号艇の村田が上がってきました。さらに後ろは4号艇丸山、6号艇の下川で、3番龍はアクシデントとなっています。そしてもう一艇失格艇がある模様です。なおこのレース6番下川妨害のため失格、3番の龍は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりでスタートしました。第4レース、かなり内側の艇踏み込んだスタートとなっていきました。一周一マーク、6艇がそれぞれ向こう正面に抜け出しますが、早すぎるスタートがあった模様です。投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします。このレースは1号艇の高田明、そして2号艇の今村信孝がフライング返還欠場です。1番と2番に関する投票券は発売額と同額で返還です。どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。6艇ほぼ揃っていきました。予選競争の第10レース、1周の1マークは1号艇の古澤が逃げていく、外を回って3号艇の佐藤か、内からは2号艇の篠崎、続いて5番、4番バックスレッチ、先頭は1号艇です古澤光則、スタートは前提正常でした。2
逃げました1号艇古澤、2番手2号艇篠崎仁志の内側に4号艇の川上武史、2マークトップで1号艇の古澤、4号艇川上の外を行く2号艇の篠崎、内からは5号艇の石倉が続きます。2番手は4番と2番なおも接戦、内側が4号艇の川上、外から2号艇の篠崎、5号艇の石倉も僅差となっていまして、注目2番手は2周1マーク5号艇の石倉の外を行きます。4号艇と2号艇の2人、ここは5号艇の石倉が2番手優勢と変わりました。3番手が4号艇の川上、その後ろに2号艇の篠崎仁志となりました。2周の2マークトップで1号艇の古澤、続いて5号艇の石倉、3番手は4号艇の川上、その外に続く2号艇の篠崎仁志ですが、3番手は4号艇の川上です。なお1マーク付近は6号艇の池永太志がエンスト中となっています。このエンスト艇を避けて慎重な旋回となります最終周回1マーク、先頭は1号艇の古澤です。2番手5号艇の石倉、3番手が4号艇の川上、上位の体型は1番5番4番です。1-5-4-1-5-4の3連単のうち 60.9 倍、なおエンストをしていました6号艇の池永太志は失格となりました。1番、2番、4番、3番、5番、6番です。スタートしました。12レースインから1号艇の峰、バチッとスタートを決めています。その後も1号艇が出ていって、あとは3号艇の西山、1号艇の峰が逃げる、3号艇の西山がまくる、その内側から2号艇、5号艇と入ります。スタートは前提正常でした。なお後ろはスプラッシュが上がりまして、6番にアクシデントです。1周の2マークトップで向かっているのは1号艇の三井隆太、続いては5号艇の前田翔太、その外を3号艇の西山、続いて4号艇の深川です。2番手は5号艇前田で、3番手は3号艇の西山です。なお6号艇の桑原優が転覆のため失格、6番は転覆のため失格となりました。